丈夫映ってる足をすごいこれ具ぎっちりですね本当に、はい、食べ応えすごいあります。さあ続いて向かうお店なんですけど、今回テーマが広島を世界へ発信ということで、うん、広島で頑張っている外国料理を食べることができるお店にちょっと連れて行きたいと思います。アンドリューも来たことある？あ、よくここでイベントをするんです。なるほど中にね入ったらもう皆さんにも見てもらいたい貴重なお宝がありますんで早速行きましょう。はい、レッツゴー。お店のまずこの正面にですね、はい、こんなにもプロ野球選手のサインが飾ってあるんですねいいんですか？僕からしたらもうこの一枚一枚が全部宝ですからエルドレッド選手のサイン色紙、ね、これ、はい、エルさんが実際に食べに来られた時にいただいたサインってことですよね？そうですそうです、もちろん。いやー貴重。マーティーブラウン今知ってる人あんまりいないかもしれない。投げていいですか、ね、いや投げていいのは一塁ベースだけねあ、すいません。いや一塁ベースも投げちゃダメって前田智則さん言ってただろすいません。これ分かる人いる？この絡み分かる分かる。今回は野球クイズです。野球クイズ、なるほどね。野球はちょっと不得意です。どうしよう、助っ人、助っ人がいるので2対1でいきましょう。そんな急に言われても困りますよね。いや、いつでもいいですよ。僕が勝ったらもちろんゴッホが食べることができて、店員さんが勝った場合はデイブが食べれる。なんでなんだよ。いや、まあまあ、かっこつけるな、まあ、第1問、はい、このドミニカ人選手は、はい、1996年にカープアカデミーと契約してその後、うん、アメリカの大リーグで7回オールスターになりました。A、うん、ロビンソン・チェコ、うん、B、ルイス・ペレス、うん、C、アルフォンゾ・ソリアン、うん、せーの、C。 お、答えは C です。1点ソリアノ、帰ってきてくれ。さあ、行きますね、はい、2014年9月2日の対読売ジャイアンツ戦で、はい、この選手がサイクル安打を達成しました、うん、A 前田智則選手、はい、B ブラッド・エルドレッド選手、はい、C ライネル・ロザリオ選手、はい、では、はい、答えせーのC C が正解です。簡単に答え言うな。いただきます。あー、うん、サクサクで、はい、うん、これやっぱりねひき肉とチーズが合いますね。合いますよ。うん、めちゃくちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しそう。
その友達が結局バックれて来なかったのよ。え、だから一人ぼっちになっちゃって、すいませんと、友達が今日来ないんで僕今日出られませんと。帰ってたらその日の予選の MC をしていたヘビイチゴさんっていうプロの漫才師の方たちがいて、はい、バーッと帰る僕を後ろから追いかけてきてくれて、ええ、君友達来ひんのやろ、かわいそうやから舞台だけでも立ってみるかって言われて、お笑いだけは嫌いに並んでなっていう、その日から芸人になりたいって。うわー、それはかっこいい話ですね、うん、僕のモチベーションはめっちゃ振りました、うん、おお。インスピレーション、うん、うんうんうん、どういう風に How? うん、野球行動を始めようか、うん、ベースオンボールバックスポーク The pitcher threw a wild ほいじゃ、広島弁講座を始めよう。なんよ、標準語ではですよ、英語では to show emotion。 もう一回言いましょう。これデブドのなんよ、どうぞ。なんか大好物だけど、これは弁当じゃない？いや、しっかりサポート、安心の日々送りましょう。